はい、タイガーです。というわけで、本日ね、こんな補正となってまして、こちら使っていきます。はい、捕食マグリということで、はい、まあ、普通にね、シンプルに捕食マグリをガチでやっていくというだけの動画でございます。はい、ということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目、神殴り来ました。神殴り入ってね。あ、引きいいよ。引きいいけど、ちょっとこれもったいない。うん、捨てるか。ちょっともったいないが。これはさすがにね、こいつ捨ててコロネ打ってメドゥーサっていう流れが強すぎるな。おっと、なんかミューズ出てきたって。どういうこと、どういうこと、どういうこと。あ、引き強。なんかミューズ出てきたって。まあ、これはコロネ一択でしょ。で、メドゥーサ打って。いや、マジで前顔もけど、メデューサこれ 1.2 から 1.4 なのが偉すぎるよな。 1.2 からってやばいよな。さあ、なんかちょっともうわけわからなくなってきたけど。うん、まあ普通に痛いが。普通に痛いけど。うん、いいね。じゃあ一旦メデューサ打ちますか。はい、メデューサ打って。で、セヘル打って、シェラハ打ってって感じでいこうかな。いや、マジ、シェラハ優秀だよな。今回何周年だ ?8 周年か。8周年の駒は結構優秀な、使いやすい駒が多かった印象ですね。はい。アマテルとか普通にめっちゃ強いもんな。で、シェラハもスタメンだし、この今回の8周年はマジで大当たり年でしたね。さあ、相手これ右下 X とか来たらもう繋いじゃっていい気もするけど。なるほど。これはもうシェラハ打ちますか。わあ、そうなると、ちょっとさらにバフっていい。ごめん、バフるわもう。これは生かして。これバフるわ。まあ、次デバフ入るんで、どうにかなりそう。うん。まあ相手、和風もないし。うん。で、それ返します。これダブコン、あわよくはダブコンあるからな。ダブコンない。ダブコンなしですけど、こんなもんね。こんなもんこれしかない。さあ 1.4 倍の2長いし。よいしょ。よいしょ。はい、気持ちいい。いや、これなんだよな、結局このゲーム。このゲームこっからなんだよな。しかもブラダマンってなんでそこ。オッケーオッケー。しかもデバフある。しかもデバフがかかってる。で、まあ適当に殴りたい。ヒュースなんか引いた日にはもう強いぞ、これ。シェラフまだ発動してない。でもこれコーディーね。いや、偉いなぁ。その位置偉いな、マジで。さあ、これはもう、動画がいても勝ち。動画がいても、てか、動画がかれても勝ちですわ。だってもうこれ、相手の最前提が、うん、そこぐらいしかないもんね。さあ、アイシェ。飛びはするのか、これ。バフかかってるからな、4000。これ、100% か。で、メルサが 1.8 だから、4600。4600か。ギリ飛ぶか。よし。よーい、しょ。OK! ということで、1試合目、勝ちました。対戦、あざしゃ。さあ、続いて、ツクヨミ来ました。ああ、つくみか。ちょっともうやる気がなくなってきたな。これどうする？さすがに初手ヒュースは弱いよな。なんかもったいないけど、また捨てんといけんのかな、こいつ。なんか多いな、さっきから。いや、これ、まあ、ブラジかな、一旦。一旦ブラジ置こう、この次。なり打ちしてこい。ああ、そういう系ね。そういう系も、まあ、全然しんどい。
ただパズズ引くと話変わってくるな。まあ、一旦ブラジル行く。まあ X から行くか。まあちょっと引いてから考えよう。さあこの引き何が来ますか。なるほど、マジでなるほどって感じやな。一旦これでいいか。コンボされる説も結構あるな。まあされたらされたでいいか。うん、まあ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 、これ繋いできたらもうクソゲーやな、マジ。ああ、そういうことしてくる人ね。はい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 。いやーもうそんなん知らん。こっちから行きまーす。いたたたたたたた。ああ、むちゃくちゃむちゃくちゃむちゃくちゃ。まあ、ただこっからなんすよ。これがまた。これがまたこっからなんですよ。いやーシールドさすがに金馬入れてるから、もうシールドはないんですよ。うん、多分ね。以上多分ってつけとくわ。なんか思いもよらぬことあったら怖いから。はい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 。まあ、そのシールドは全然大丈夫。で、ここ、なんか、ミルーサとか、引けない。じゃあまあ、ヒュース行きますか。まあ、これ適当にヒュース打っとくのも、もちろん強いからな。もう仕掛けるか、こっちからでいいかも。なんかもうめんどくさくなってきたんで、こっちから行きます。で、アイシェ引こうな、もう、なんかようわからんけど、とりあえずアイシェ引いて考えようや。まあ、えぐいぐらい捕食できそうだからな、次。さあ、アイシェ引いてくれ。頼む。アイシェを引けば世界が変わるのでは。頼むよ、マジで。うわぁ、そのウンディーネ結構変わるな、こっから。こっからの未来変えるウンディーネだなぁ。いや、それなら、それなら、変えてみるよ。ちょっと変えてみるっていうのもある。例えば、こことかに守護者打ってみるとか。あんまいい手には。いやでも悪くないか。だってダブコンだもんね、そしたら。もう悪くはないな、全然。この手も。はい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 。アイシ引く。引いたぞ。まだアスリンが効いてるから。そうなんだよね。アスリンが効いてるから。60% でしょ？いや、こっちかな。よいしょ。まあ、こっちかな。仕方ない、これは。これは、こっちからしかないかな。向こうから行っても弱いな。さあ、相手ダブコン。まあ、ただ、これは、シェラハで勝ちかな。痛い。おっと、本当に引いた。シェラハで勝ちなのでは。 1.6。 いや、こっちの方が出るよね。行ったよね、これ。行ったね。本当に行っちゃったね、これ。よーし、 OKOK。 はい、ということで対戦あざした。さあ、神タン来たな。神タン多いね。どうしますか、これ。いや、これ神タン多いからヒュース取っときたくね。神タン多いからじゃねえわ。神殴り、通常と特殊、ベースで攻めてくるんで、ちょっと、持っときたいかも。これヒュース結構鍵だな。
召喚の位置とかも含めて、いやマジ大事やなこれ。まあ一旦サヘル置くか。サヘルじゃないわ、セヘルだ。マジでごっちゃになるんだよな。サヘルはチリなんだよな完全に。ああで、どうしようかな。ヒュース、マジ場所大事。あミューズ来る。正直もう打ってもいいみたいなとこあるけど、まとめて片付ける。パズズもう打っていいな、これ打っていいわ。 OK。 でもめちゃくちゃ強い位置出たな。普通にめちゃくちゃ強い位置出たわ。はい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 、それを返しますわ。でこれアンネマリーいきます。うわーでかすぎ、えぐいわ。いやパズズ打ちたいけど 1.1 倍、まあ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 こっちでいいわ。贅沢は言わないから。さあこれこっちダブコンだからね。いや舐められたもんだな俺も。ダブコン許容されたで。いやそんな許容してくるなんてね、そんな舐めたやつには一回痛い目をあってもらいましょう。よいしょ、はい回復。いやこれは勝った。こっから、いやでも全然こっからも負けれるな俺。でもこれダブコンあるから勝ちか。ブラジでも飛ばせる。うん、ブラジルでも飛ばせたかどうかはちょっと飛ばせんかもしれんから一応なかったことにしといて。 OK、 でも間違いなくこれは勝ちですね。よいしょ、 OK、 最後気持ちよく終わりました。ということで対戦あざした。さあまた神殴り来ましたね。神殴り多いね。まあ引きはぼちぼち、まあ、一旦ブルピア、ブルピア行きます。そのアラクちょっとだるいけど、 X から来られたらちょっとしんどいな。うち25しかないんで HP が今日。うーんまあ一旦ね、一旦ブルピア打って普通にブラジオ編置きしたいんですけど、まあ X から来られてしまうとねーって感じだな。でも X から来るんだったらね、アラクを次に X 置いてきそうな感じするんで、うん、なんかすごい珍しい駒入ってるね。時代を感じるよ。 OK、 一旦ブラジ行きます。でコロネ X 打ってシェラハで繋いでいいんじゃないですか。はい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 、これはね、これはコロネ X でいいですわ。はい、その250回復で俺最後涙飲むとかいう、そんなオチないよな、さすがに。そんなオチは、動画的には面白すぎるが、そんなの望んでないんで。さあ、囲ってくるか、どっちですかね、相手。まあ、正直どっちでもいいな。まあ、でも下に逃げてくれる方が、嬉しいかな。バフあるんでね、1.2 倍、3ターン。はい、囲われる。まあ、これはシム消す、一旦、クですね。はい、うん、なんかバフ後も集まってきたけど、まあシェラハ行きますか。 OKOK、 これで雑に火力出す。よし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 、で毒入れる。さあ相手どう来ますかこれ。これ正直さ、リーチしんどくね、ビーチ普通にしんどくね。いやしんどいよな、そうよな、普通にしんどいよな。ただ相手バグないんか。いやこれしんどいな。いやアタッカーねえんだよな、しかも。いやこれアタッカーないの渋くね、もしかしてこれ負けた。こっちから行くしかないんで、こっちから行きます。1.5 か。
から17巻。もしかして負けだ？さあ、でも相手バフはないから飛ばされることはない。で、逆にこっち飛ばせることはあるから。シラハ 1.9 か。だから2枚返しの方が強いわ。まあさすがに耐えるんですよ、一旦は。耐えるんですけど、さすがにまずいな、これ。俺は俺のやり方で戦う。いや、ちょっとこれ、まずいどこの騒ぎじゃねえな。うん、まずいってレベルじゃねえぞ、これ、なってるな。吸収入れるしかない。いや無理だなこれ。いやこっから耐えるミラーあるなくね。4800だぞジーク。まさかのこの最速運 D ねに負けるとは俺思わんかったわ。いや事故れ、いやまだ事故る可能性あるよ。全然事故る可能性はある。ああ、それは絶対飛ぶんですよ。悩まなくて。ああ。まあ、しゃあない。はい、対戦。まずした。